気をつけろ。妙な気配を感じる。通行証の更新を頼む。 ZRKJ1701 ドルゲンアーク号だ。残念。現在更新手続きはストップしてます。しくしく。またの機会にお願いね。は？どういうことだ？ちょっと困ったことになってたりなんです。今や常識ですよ。わかるように説明しな。うん、怖い。ムカつく。こっち、こっちであります、ロバート殿。落ち着け、ヘンリー。ん？おお、ミオさんだ。私、ミオさんを直接見るのは初めてであります。生ミオですよ、生ミオ。ちゃん、無礼者、常識をわきまえんか、浮かれおって。変にシャッターチャンスじゃ。なんたる感激。拙者、会員番号00756番のロバートです。なんの、自分は00125番のヘンリーであります。わー、二人とも番号3桁。ミオのこと本気でラブしてくれてる。それじゃあ、せーの、ラブリーハニーミオ。踊るな。どうして更新できないのか聞いてるんだよ。ふざけた真似してるとぶっ飛ばすよ。え？ジェスさん、悪いがお前には船を降りてもらう。俺の目的の邪魔になるんでな。私がローゼンカスターだ。この刑務所の所長である。ふん、確かに悪人面だ。お前たちはドラクシルのスパイだということだが、それに相違ないか。濡れ衣だ。私たちはやっていない。話を聞いてくれ。俺たちはただ銀河通行証の更新に来たんだ。爆破事件とは何の関係もない。所長はん、よう見なはれ。こんな人の良さそうな犯罪者がいますかいな。ほう、あくまでしらを切るか。まあいい。
もはやお前たちがやっていようとなかろうと関係ない。重要なのはお前たちが今ここにいるということだ。今日この刑務所に入所したお前たちは実に運がいい。罪を償うだけでなく生命の進歩に貢献できる。なんだって？どういう意味だよ。時期にわかる。レベル4の監獄に放り込んでおけ。はっ。わっ、開いた。くっそ、これは簡単には出られそうにないようだな。厄介なことになったで。よりによってローゼンカスターの監視下に置かれるとは。世間じゃあいつは地獄の番人と言われとるんや。睨まれたら一生出られへん。ああ、絶望的や。若者よ、少し落ち着いてはどうかな。いざという時力を出せんぞ。俺たちは無実なんだよ。これが落ち着いていられるか。世の中は間違いだらけだ。星同士の戦争などまさに愚の骨頂だ。あんたどうしたらええんや。やっぱこんな時は金やろな。おい、手伝え、穴を掘るぞ。な、何やて？正気かいな。そんなことしても出るのに何年もかかるで。静かに。ちょっと持ち場を離れただけで掃除当番1ヶ月はご無体であります。でも、ミオさんとお話できて、自分は幸せです。ところでお主、拙者より会員番号が若かったな。ヘンリーのくせに生意気だぞ。ロバート殿のようなにわかファンとは次元が違うでありますや。ロバート殿、ミオさんがパジャマにお召し替えであります。ミオさん、今宵はどんな夢心地。ミオさんの布団になりたい。自分は枕になりたいであります。来たか。何？遅れて申し訳ありません。君たちも来るかね。あんた脱獄する気か。これは不当な交流だ。君たちも無実だったのではないかね、海賊諸君。海賊って知ってたんか。あんた一体何者だい。こいつ怪しいね。嫌なら残ってもいいぞ。鍵はきちんと閉めていってやる。分かった。俺たちも行く。ここにいても始まらない。行こう。Thank you.
いい仕事したぜ。
てはことをし損じるちゅうてな。こいつはヤバそうや。
楽勝だな。Thank you.
事したで。Thank you.
うした、ルルカ。誰かいる。びっくりするわ。なんでアンマンがおるんや。今のビースト、なんか妙な感じがしたが。ローゼンカスター様、これ以上は危険です。停止しましょう。続けろ、もう一息だ。くそ、またダメか。次の囚人を連れてこい。しかし、これ以上の囚人を使うには上層部の許可が必要です。私は誰だ。所長殿であります。ならばここの責任者は私だな。許可など必要ない、この私が決める。分かったら言う通りにしろ。さあ次の囚人だ。はっ、ただいま。私は絶対に諦めんぞ。こんなところで諦めるわけにはいかんのだ。ここで捕まったらえらいこっちゃで。Thank you.
ついてへんわ。これは先に進むのも一苦労だな。
勝算はあるんだろうな。嫌な流れだ。
油断すると迷うぞ。you
もりなんだ。あの囚人には気を許さない方がいい。こいつはヤバそうや。本気出したら。こいつだ。次はどいつだ。私たちの邪魔をするな。
さん、何者やろ。
ルートで大丈夫なんだろうな。こいつはヤバそうや。先を急ごう。ほんま腑に落ちんわ。
事したで。魂に安らぎあれ。邪魔をするな。
したで。
く早く脱出しようぜ。なるで。こいつはロザで戦ったビースト、サラマンダータイプや。誰か来るよ。こんなところまで掃除するでありますか。クリーナーロボットに任せればあっという間でありますよ。当てになるか、あんなもの。それに拙者の方がお掃除上手である。さすが43歳独身一人暮らしであります。うるさい、褒めてないのである。っていうかちょっと気にしてるのである。しかしローゼンカスター様はお変わりになった。昔はあんなじゃなかったのに。ローゼンカスター様は例の実験に入れ込みすぎであります。自分は最高の司令官とまで言われたあのローゼンカスター様がなぜあんな風になってしまわれたのか理由を知りたいであります。やはりクローディア様の件が。何のことでありますか。いや、何でもない。とにかく一兵士の拙者たちに知る必要のないことだ。そら、仕事仕事。どうする。今のうちや、こっちには気づいてへん。よし、待て。これが実験の成果ってわけ。時間ばかりを費やして結局できたのは燃えないゴミの山。ローゼンカスターのところに案内してちょうだい。はっ。まったく経費の無駄遣いだこと。改革が必要ね。
邪魔さんとってや。やるしかない。金は死なずに済むものを。クローディア、私はお前に何もしてやれなかった。お前を取り戻せるなら、私はどんなことでもやる。なぜだ？なぜお前は私を一人にした？なんだ？ローゼンカスタ様、緊急事態です。レベル4の囚人たちが脱走しました。なんだと？にあの小僧どもか！各壁を閉鎖！各ゲートに監視たちを向かわせろ！絶対に逃がすな！は役立たずどもが！お忙しそうね、ローゼンカスター所長。逃げた囚人の後始末もいいけど、実験の方はどうなっているのかしら。言われなくともやっている。まもなくルーン細胞の培養に成功する。そうすればあんたたちの望み通り人造人間による兵士の量産が可能になる。あら、でもあなたの目的はそれじゃないんでしょ。知ってるわよ、あなたが一人の女の死体に固執して実験に遅れが出てるってこと。これより逃げた囚人の捕獲に向かう。その話は後にしろ。ごまかしても無駄よ。あなたがやっていることは全部お見通しなんだから。知らん。私は言われた通り実験をやっている。あら、あくまでも白を切るっていうのね。はあ、一人の女にそれほど入れ込むなんて顔に似合わず一途な男なのね。ローゼンカスター所長、お分かり？これは最後通告よ。彼もそろそろ潮時かしらね。
なんか陰謀感じるわ。こいつはヤバそうや。手応えのない奴らだ。するな。ここただの監獄ちゃうで。レベル4から脱走なんて伝説になるで。
かったのか。気をつけろ、油断すると迷うぞ。泣かねば死なずに済むもの。こんなとこ早く脱出しようぜ。ほんま腑に落ちんわ。こらたまげたわ。刑務所っていうより秘密の研究所やな。見ろチェスター、中身は人間だ。ここの連中一体何をしてんだ。人の命をもてあそびよって。彼らはルーンを使って禁断の力を手に入れようとしているのだ。何のことだい。実験の噂は以前からあったのだが、まさかこれほど進んでいたとは。こんなことは絶対に許されてはならん。うわ、正義を問う前にさっさと逃げておくべきだったな、老いぼれ。ローゼンカスター、やはり君だったか。このような実験に手を貸すとは。あれほど誠実な軍人だった君が。黙れ、貴様に何がわかる。あかん。うわ、
うわあ、ふざけおってひねりつぶしてくれるわ。ふざけおってカスターよ、これ以上クローディアを悲しませるな。もう一度考えるのだ。彼女は本当にこれを望んでいるのか。聞いた風なことを。どっか。くそ。多勢に無勢や。じいさん逃げるで。己を取り戻せ。まだ取り返しはつく。
あなたはクビよ。正式に社長から辞令が出たわ。さよなら。すごく成功や。いやー、危機一髪やったな。安心するのは早いよ。心配するな。あれは味方だ。味方？何言ってんだよ。お迎えに上がりました。お怪我はありませんか？奴らの策略にかかり囚われてしまうとは、私も老いたものだな。犯行は戦争推進派の一派ですね。ああ、どうやらダイトロンも一枚噛んでいる。ダイトロンが？あんた、何者なんだ？囚人同士、それでいいではないか。それにしても君は戦士として素晴らしい素質と人としての優しさを持ち合わせている。君のような若者がまだいたとはな。出会えてよかった。はあ。どっかで見たことある顔やな。どこやったっけな。いずれまた巡り合うこともあろう。もっとも君らは宇宙海賊。その時は容赦せんぞ。おい、それどういう意味だよ。最後までようわからん人やったな。さーて、気を取り直して銀河校舎に通行証の更新に行きまっか。ささ急ぎましょう。あの女、ただじゃおかないよ。ああ、通行証の入手が先決や。ルルカ、ここは穏便に頼んまっせ。うまくいくといいな。
このまま進もう。の更新でこないな目に遭うとは思わんかったで。よって、おい、長きにわたるロンガディアとドラクシルの戦いを終結すべく、両国家の相互理解に基づいた軍縮を進め、未だ戦いを望む反乱分子の粛清を徹底するものである。ロンガディアの皆さん、今こそ我々は戦いを捨て平和への道を歩み始めねばならない。なあ、見たことあるはずやで。バスクナージ提督や。バスクナージ提督？そうや、ロンガディア軍の最高司令官や。そんな偉いやつがなんで監禁されてんだい？反戦派のバスクナージ提督は戦闘国家であるロンガディアでは敵も多い。戦争を望む者たちに陥れられたというところやろな。ここでも戦争か。あの女派手にやりやがったな。おっさんの色恋沙汰なんざ見てらんねえな。まあ気持ちはわかるかな。ん？とにかく通行証を更新しよう。お母ちゃん、お腹すいたよ。もう少し我慢して、ジエ。
そしたらご飯にしましょう。あの、もしつかぬことをお伺いしますが、この人をご存知ありませんか？ん？知ってるか？見たことないね。誰だい？夫でございます。名前はショウ。職場の科学実験で事故に遭ってしまい、一命は取り留めたのですが、病院を抜け出して行方不明に。あ、サイモン、この人を知ってるか？あ、いや、会うたことないな、そんなおっさん。これ、ジエ。どうもありがとうございました。あの、もしもショウを見かけることがあれば、ミヨコとチエが探していたとお伝えください。わかった、気をつけとくよ。それでは。気になるのか？いや、別に。なんや、急に体調悪なってな。スティーブハンと変わってもろてええやろか？ん？お待たせいたしました。ここからは私がお供させていただきます。サイモンはどうだ？私のセンサーで調べた限り、体脂肪率以外は問題ありませんでした。さあさあ、それよりも銀河校舎へ急がないとキャプテンに怒られますよ。
急ぐ旅じゃなかったのか？